ウォルマートの店舗ウォルマートはアメリカ合衆国アーカンソー州に本部を置く世界最大のスーパーマーケットチェーンであり売上額で世界最大の企業である創業者サム・ウォルトンが1962年7月2日に最初のウォルマートディスカウントシティをアーカンソー州ロジャーズに開いたその後様々なフォーマットを展開しているエドルプを掲げ低価格物流管理 コスト削減などを推し進め急速に成長し、世界最大の売り上げを誇る企業となった。現在、世界15カ国に進出し、日本では声優を子会社化して事業を展開している。ウォルトン一族による同族経営企業として知られており、2019年に発表されたグローバルファミリー企業500社ランキングによれば、ウォルマートは世界の同族経営会社の中で、 世界一の規模であると評価されている。2018年、楽天と新たな提携関係を結んだ。ウォルマーとは、サム・ウォルトンが1945年にアーカンソー州ニューポートにベン・フランクリン雑貨店を開いたことに始まる。1946年、弟のジェームズ・エル・ウォルトンがミズーリ州バーセールズに同様の店を開いた。サム・ウォルトンは、 1950年に当時人口1万人にも満たなかったアーカンソー州ベントンビルでウォルトンズ 5&10 を開業した。1962年まで創業者の事業は雑貨店の経営に限られていたが、同年7月2日、ディスカウントストアである最初のウォルマートディスカウントシティをアーカンソー州ロジャーズに開いたメキシコエルモシー女店内の様子店舗形態別の出店数。 2015年7月末、含むプエルトリコスモールフォーマット店舗とは、コンビニエンスストアのほか、企業や大学構内の売店などといった、ネイバーフットマーケットよりも小規模の小売店舗を言う。北米及び中南米では、アミコ、サプザーメカットではローマート、ワローマートエクスプレス、ワローマート、オンキャンパス、スーパーホロスのブランドで展開しており、売り場床面積は平均で1100。 平方メートル程度である。ワローマートエクスプレスの一部店舗については、2014年から、ウォルマートネイバーフットマーケットに店名を変更している。また、既存のウォルマート店舗、主にネイバーフットマーケットに相当する規模のもの。売り場面積3900平方メートル程度。で、スペイン語話者が多い地域の店舗は、2009年以降、サプザーメカットでワローマートに、 店舗名を変更したものがある。以下は、ウォルマートのほか地域別店舗ブランドを含む、各地域別のウォルマート小売店舗数。ドイツの店舗は、2006年に、現地の同業者メトロに売却された。大韓民国の事業は、2006年に、現地法人の全株式を E マートに売却し、撤退した。ウォルマートの進出に抗議するでも、プラカードには、ウォルマートは、 女性の敵、ウォルマーとは、零細企業を傷つけると書かれている。アメリカ合衆国においては、個人商店や地元資本の小規模スーパーマーケットしか存在しない、小都市に進出し、安売り構成で地元の競合商店を次々倒産、廃業に追い込んだ、挙句、不採算を理由に撤退するという形で、地元の経済を破壊する事例、いわゆる買い物難民の発生が、 相次いだため、進出計画を反対される案件が相次いでいる。また、安価な輸入品を多く販売するため、アメリカ合衆国の製造者団体等から、自国の雇用をないがしろにして、自社の利益の向上のことしか考えていないという批判を受け、積極的に自国製品を取り入れるという姿勢を取り始めている。従業員の労働条件の悪さも有名であり、 低賃金の非正規雇用従業員を多く採用する。一方、正社員の採用には、消極的で労働組合がない上組合を結成する動きがあれば、社員を即刻解雇するなどの不当労働行為が後を絶たない。ワールマート世界一の巨大スーパーの闇というドキュメンタリー映画で、主事の不正や各地での新規出展阻止活動の成功が紹介されたことで評判が落ちたため、 改善された部分もある。2009年8月30日には、中華人民共和国厚生小経都チン市にある、ウォルマートの従業員5人が、万引きした疑いのある女性を臨時し殺害する事件が起きているが、この女性が実際に万引きを行ったのかは明らかになっていない。2012年度の売り上げを比較した様子、左から順にウォルマート、ロイヤルダッチシェル、エクソンモービル、BP、 中国石油加工、中国石油天然理集団、石油メジャーを抜いてウォルマートは世界最大である。ウォルマートが急激に伸びたのは1960年代から70年代で、この時期には多くの町がウォルマートの新規出店を熱心に誘致した。しかし1996年にウォルマートの店舗数はピークを迎えた後、減少に転じている。この理由として挙げられるのは、 ウォルマートの出店が地元にあまり大きなプラスとはならないことが、それまでの各地の経験から明らかになってきたことである。具体的にはなどがある。また、米国内の既存店も売り上げが伸びず、苦戦している。原因は、従業員の士気の低下によって、サービスの質が落ち、顧客満足度が低下していることにあるとされる。顧客満足度に問題があることは、経営陣も認識しているものの、 改善には至っていない。この状況を、小売りコンサルタント、パトリシア・パオの発言はと報じられており、現在のウォルバートの顧客へのサービス提供は相当、厳しい状況にあると述べている。しかしながら、2008年度頃から、売上は改善の兆しを見せ、回復基調にある。2012年には売上高が40兆円を超え、2位のカルフールに3倍以上の差をつけるに至った。 それに伴い2012年度には株価は上場以来初めて70ドルを突破し過去最高値をつけるなど引き続き世界最強の小売業の名を欲しいままにしている販売形態こそ違うが日本における家電量販店的な役割も果たしているため家電メーカーがシェア争いを繰り広げる場としても注目を浴びる例えば2007年のクリスマス商戦では 次世代高ディスクの企画競争を繰り広げていた東芝は HDDVD プレイヤーを99ドルの価格で投入し話題となったこれはアメリカ国内の DVD ソフトの4割近くがウォルマートで販売されている背景があり安価なハードによりソフト業界の囲い込みを行うという発想から実現したものであるまた2008年2月には HDDVD に対して 優勢となっていたライバル企画ブルーレイディスクの支持を表明直後に東芝を HDDVD 撤退に追い込んだ大きな要因の一つとなったウォルマートの産業界への影響力を印象づける結果となったコンパクトディスクの販売でも米国最大手であるアーティストによっては作品をウォルマート独占販売にすることがあり2007年にはイーグルスのアルバム ロングロードアウト・オブ・ェデンが自身のウェブサイトとウォルマートだけで発売され大ヒットした。なおダウンロード販売を含めると2008年4月にアップルの iTunes ストアが全米1位となっている。全米で最大の重販売業者でもあるウォルマート創業者のサム・ウォルトン自身が重愛好家であり、重機メーカーのレミントン・アームズ社はサム・ウォルトンの名にちなんだ領中の商品名を 採用した経緯もある。2018年2月28日、ウォルマートは下記販売ポリシーを変更し、銃を購入できる最低年齢を21歳に引き上げる方針を打ち出した。同月14日にはフロリダ州の高校で銃の乱射事件があり、銃規制強化を求める声が強まっている中の措置となった。2019年7月にはミシシッピー州の店舗で従業員が 同僚二人を射殺。翌8月にはテキサス州の店舗内でエルパソ銃乱射事件が発生。ウォルマート側も被害者ではあったが銃を販売する企業であったため批判を受けることとなった。同年9月3日、ウォルマートはアメリカ国内の全店舗で拳銃や殺傷力の高い軍用ライフル銃の弾薬の販売を停止すること。また、 店内で銃を見えるような形で持ち込まないよう客に求めることを発表。こうした決定について、全米ライフル協会は、ウォルマーとは、銃反対のエリートたちに屈服したとして非難した。創業者、サム・ウォルトンの親族であるクリスティ・ウォルトン、ジム・ウォルトン、エス・ロブソン・ウォルトン、アリス・ウォルトン、ヘレン・ウォルトンの5名は、フォーブス発表による、世界長者番付の17から21位を占めており、 一族の総資産は8兆円に及ぶ。これは1位のビルゲイツを超える。ありがとうございます。